皆さんこんにちは。今回は演歌歌手の前川清さんをご紹介します。前川清さんといえば数々のヒット曲があり有名な方ですね。有名な方だけにいろんな噂を耳にする機会も多いですよね。その中でも特に気になる話題をご紹介します。前川清さんは1948年8月19日生まれです。出身地は長崎県佐世保市です。血液型は O 型です。前川さんはジャズに衝撃を受け歌手を夢見るようになりました。高校2年生の時に中退しセールスマンなどをされていました。歌手を夢見ていたものの本気で音楽の道に入るつもりはなかったようで、電力会社のような安定した会社に入ろうと思っていたそうです。入れずにいたところ長崎市内のキャバレーで歌っていると小林正樹さんに見出され、内山田洋とクールファイブにリードボーカリストとして参加します。そして1969年に長崎は今日も雨だったねメジャーデビューを果たすと紅白歌合戦に初出場しました。デビューからすぐに人気が出るも、こんな人気はいずれ終わると思っており、いずれはちゃんとした仕事に就かないとなと思いながらやっていたそうです。その後噂の女、そして神戸、中之島ブルースなどヒット曲を多数出し、一躍人気アーティストの仲間入りを果たしました。紅白歌合戦にもクールファイブ時代とソロでの出場を合わせて29回も出場されています。歌手以外にも8時だよ全員集合、ドリフ大爆笑、金ドンといったバラエティ番組のコントでも活躍し、萩本欽一さんとコント54号を結成していました。一時期ですが親友の梅沢富美男さんとテレビや舞台でコントをするなど、お茶目な一面も持っています。九州地方で人気番組の旅番組前川清の笑顔満点旅好きも行い、また2009年には加藤清史郎さんが出演する CM であるトヨタ自動車子ども店長の子ども店長の歌を歌唱するなど幅広く活動しています。そんな多方面で活躍されている前川さんですが、デビューして10年くらい経ち、やっと気持ちと状況が自分の中で成立したのだとか。前川さんは趣味も多く持っており、その趣味も趣味と言えないほどのものです。一つは競馬が好きで、前川さん自身が競走馬オーナーで3頭ほど馬を持っています。恋歌は2006年のデイリーハイクイーンカップを勝ち、桜花賞でも3着に入り、2007年度の JRA 賞最優秀、4歳以上牝馬にも選出されています。これによって前川さんは芸能人馬主としてグレード制施行後初の GI 級レース優勝を飾りました。ケーティ・ボーンは1986年ステイヤーズステークス3着になっています。肥前北翔は2002年東京オータムジャンプ1着になっています。そしてもう一つは錦鯉が好きで自宅の庭に育成用のプールを作ったそうです。前川さんの息子さんは3人の子供たちよりも錦鯉を可愛がると明かし、また前川さんがいない時にイケスで釣りをして遊んでいたそうです。しかし鯉の口に針の穴が開いているのを見つけた前川さんに激怒されたと明かしています。そんな大事な錦鯉は全日本林友会が主催する第45回全国錦鯉品評会で前川紅白が全体総合優勝に選ばれています。趣味も多彩な前川さん、現在も歌手としても活動しており、2018年にはデビュー50周年のツアーコンサートをするなど精力的に活動されています。前川さんの出身地は長崎県佐世保市ですが、生まれたのは長崎県北松浦郡鹿町町大ヶ瀬で、生まれてすぐに佐世保市に引っ越したようです。日野町というところに住んでいたようで、家族全員が唯一過ごした場所で懐かしい場所でもあるそうです。また鹿の子前の海という海が思い出の場所だそうで、小学1、2年生の頃友達と行っていたそうです。しかし前川さんは泳げなかったそうで、水際で水遊びをしていたそうです。そんな思い出が詰まった佐世保ですが、前川さんは佐世保観光名誉大使も務めています。前川さんのお父さんは佐世保の米軍基地で船大工として働いていたそうです。ジャズを好きになったのも
米軍の佐世保基地の兵舎から流れてきたものを聞いたからということなので、お父さんが米軍基地で働いてたからこそと言えるのではないでしょうか。前川さん自身も米軍基地で聴いていた洋楽が僕の音楽のルーツと語っています。また米軍基地で働く日本人職員の子弟を集めて野球のチームを作っていたそうで、中学生の時はエースピッチャーだったそうです。これもお父さんがそこで働いていたおかげかもしれませんね。そんなお父さんも62歳の時に舌がんで亡くなったそうです。前川さんの母親については情報がなく詳しくは分かりませんが、看護師をしていたようです。前川さんが小学3年生の時、右足が付け根から痛くなり歩けなくなったことがあるそうで、1年も入院されていたようです。退院してからは母親がおんぶして通学していたとか。前川さんがデビューする前後に両親は大阪へ移り住んだそうです。たまに両親を訪ねて大阪に行くと、知らない人から、あんたもっと帰ってこないとあかんよ、母ちゃん寂しがっとるがな、と言われたことがあるんだとか。お母さんも76歳で肺がんにより亡くなったそうです。そんな前川清さんは当時共にスター歌手として人気絶頂を誇っていた藤圭子さんと1971年に結婚を発表しました。一世を風靡する歌手同士の結婚は大きな話題となりましたが、結婚後わずか1年で離婚しています。前川清さんと藤圭子さんがどのように出会い結婚し、そして離婚に至ったのか、馴れ初めや離婚理由を見ていきましょう。前川清と藤圭子の馴れ初めは、前川清さんが所属していたバンド内山田洋とクールファイブと、藤圭子さんは共に同じレコード会社に所属していました。1969年に芸能人野球大会に出場した内山田洋とクールファイブの応援団として藤圭子さんが出演したのが2人の出会いです。出会った当初は顔見知り程度で言葉を交わすこともほとんどなかったものの、1970年に橋幸夫賞の前座を務めた藤圭子さんに前川清さんが花輪を送ったことで関係が進展することに。当時未成年だった藤圭子さんに贈られた花輪を見て心配した藤圭子さんの恩師であり事務所の社長でもある作詞家石坂正夫さんが前川清さんに花輪を送った真意を問い詰めました。そこで前川清さんは、以前自分が前座を担当した時に花輪がなくて寂しい思いをしました、富士山もきっと同じだろうと思って、と花輪を送った理由を伝えます。その気配りを気に入った石坂正夫さんが前川清さんを自宅に招待し、当時石坂正夫さんの自宅に住み込んでいた藤圭子さんと何度も会ううちに距離を縮め、恋愛に発展したというのが二人の馴れ初めです。結婚発表の際、前川清さんは、僕が22歳で彼女は19歳、お互いに好きという気持ちはあるけど実はどうしても夫婦になりたいというわけではなかったと前置きした上で、ただ彼女は当時石坂正夫さんの自宅に住み込みをしていた、恩師に隠れて会ったりするのは嫌だね、だったら一緒になった方がいいかもね、と考えたのが結婚に至った理由であることを説明しました。1971年に結婚した前川清さんと藤圭子さんですが、結婚から1年で離婚したことでその離婚理由に注目が集まりました。前川清さんは結婚生活を振り返り、実体のないものだったと衝撃の一言を発しています。結婚当時、前川清さんは内山田洋とクールファイブとして毎日忙しい生活を送り、一方で藤圭子さんも人気歌手として活躍していました。音楽番組の収録や生放送に追われ、仕事が終わって家に帰っても疲れ果てて眠る、そんな毎日の繰り返しで夫婦水入らずの時間を過ごす余裕など一切なかったといいます。そんなすれ違いにより結婚生活はたった1年で幕を閉じました。離婚会見でも離婚の理由はないと語り、今思えばそういう運命だったという前川清さん。スター同士の結婚は思い描いたような甘いものではなく、すれ違いを理由に離婚に至りました。たった1年間の結婚生活の末に離婚した
前川清さんと藤恵子さんですが、その後お互いに新たなパートナーを見つけ再婚しています。前川清さんは藤恵子さんとの離婚から10年後の1982年に当時レコード会社の社員だった女性と再婚しました。再婚後の1984年には第一子となる女児が誕生し、現在までに3人の子供の父親となっています。藤恵子さんは前川清さんとの離婚後、1982年に音楽プロデューサーの宇多田照真さんと再婚しました。再婚後、宇多田照真さんとの間で7回の離婚、再婚を繰り返していますが、藤恵子さんの最後の夫として知られているのは宇多田照真さんです。再婚した宇多田照真さんとの間には、1983年に第一子となる女児が誕生しています。藤恵子さんはこの時、網膜色素変性症を発症し、視力が徐々に低下していました。その経験もあり、我が子から光が失われないように、という願いを込めて娘に光と命名しています。1998年、娘が宇多田ヒカルとして歌手デビューしたことを機に、藤恵子さんは歌手活動を実質引退しました。これからの活躍も楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。